皆さんこんにちは。 Welcome back for our channel。 今日はなんと素晴らしいところに来てました。野口先生の家に遊びに来ました。本当に先生ありがとうございました。いやいや、とんでもないです。でようこそ野口先生はね、本当にね、初見先生とずっと稽古をして、一番初見先生と海外行って、海外の大会行ったりして、もうめちゃくちゃ修行してきた、もう大先生なんですよ。ですからもう今日は本当に嬉しい、もう光栄です。このところに来て、先生がこういったような話を聞かせてくれて、本当に楽しみです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、本当に単純なきっかけでね、私の友達が野口さん一緒に行こうよって言われたんですよ、初見先生のところ。その人の子供がね、ちょっと怪我をして、で通院したんですよね。でその人は子供を送り迎えするためにいつでも行ってて、そしたらそのうち初見先生がその人のように「どうだい、一緒に子供を稽古してんだから、一緒にやったらどうだ」って言われたらしいですよ。でその人は「俺一人じゃちょっと入るの嫌だから野口さん一緒に行かないか」って言われたの。お誘いがあったんですね。誘いがあってね、でその人ねすぐ辞めちゃったんですよ。あ、なるほど。やっぱり昔からそういう体を動かすのが好きだったから、特に武道に対して興味はなかった。そうなんですね。他の武道も何にもやってなかった。なんだか分からなかったんですよ、何やってるか。あ、なるほど。そうですよね。全然その見たこと初めて見たはずでしょ。僕もアメリカで武人館やってても、最初に初見先生見た時に、これ何ですかとか分からなかったんですよ。ね、まあ、あの頃はさ、確かにね、今と違って先生のその稽古内容っていうのはパワーがありましたよ。で、ポール入った頃はそんな先生パワーそんなに、まだあったんですよ。始まり、ものすごいびっくりしましたから、60歳でこんな、60、多分62歳くらいで先生あったんですよ。びっくりしましたよ。まあ、俺入った頃は本当にね、技っての教えてもらわなかったから、ただ先生の実験台だから。実験台ですか。初見先生もね、高松先生から教わった伝承を見ながら、こう勉強してるわけでね。まあね、高松先生のその期間15年教わったっていうけれども、ね、月に1回か2回行くくらいでしょう。実際に先生も分かんないわけですよ、内容が。伝承見ながらこうやるの。それで俺ら実験台だから。練習相手として、そう、基本、本当の基本、ぶっ飛ばし、蹴っ飛ばし、蹴って、本当に、技は技だけども、本当にね、だから帰ってきた時なんかもうね、うち帰ってくると、この辺みんなもう、紫スタンプ、朝がいっぱい忘れて、朝で、すごかったんですよ、イスラエルのね、柔道の講談者、それなんかもう、口の中に手入れてね、ひげなんかもう、あ、ひげまでも。先生こう、いや、そうそう、だからその人は先生こと鬼鬼っていつも言われますね。そのくらいの激しかったですよ。喉まで手を突っ込んだ。喉までこうギュンだから、そう喉までギュンって手を突っ込んだりして、だから我々教わった時は怖い、まあ怖かったんだろうな。俺も入った以上覚悟はある程度な、武道っていうのはこういうものかって覚悟はしてたけどね。入門された頃、初見先生はおいくつぐらいだったんですか？40、俺が30、今70、80か、と50年やってるのか。先生90でしょ。40年、40歳ぐらいで。なるほど。体重で100キロがあったでしょ。そんなあったんですか？すごかったんですよ。結構横があったんですか？横はもう、まだ40代でね、バリバリでしょ。あんでテレビじゃ雑誌じゃねえ、揉まれてるから、やっぱりそれに対してのやっぱりね、肉体も心も精神的にもすごく強かった時代ですよね。その偏見の話面白かったね。でも偏見、先生の動きは変化から変化、そう、だから一つのよく言う「千」ってよく言ってた先生ね、つながりだってね、スタートはまあ基本通りやるわけですよ。次から次とそれに対しての応用っていうかね、まあ言葉で変化っていうのかな、変化が変化がまたやっぱり地球と同じ太陽系のあれと同じで丸く回ってんだよね。そう、行ったきりじゃないんですよ、宇宙の方が。必ずね、この中でこう回ってるんですよ。最後はやっぱり元へ戻ってくるっていうかね。そうですね、いつもそうですね。
どっかで繋がってるんですよね。そうそうそう。だからね、よこそ武風一家長くやってないとわかんないんですよ。あ、こういうこともあった、こういうこともあった。あとでね、今でもね、50年経っても思い出すんですよ。あ、そう。不思議ってこういう技があった、こういう技を教わったっていうの。体に染みついてるんだよね。やってないとその繋がりが気づかない、ね。気づかない、気づかない。うんうん、やってる時はね、なんだかわかんない不思議だ。そういう時もあるよね。あとで、あ、こうやって繋いだんだとか思ったりするんですよね。それはやっぱり長くやってないとね、わからないかもしれないですね。武風一家と先生言うけどね、ただやってればいいじゃなくてね、そういう感覚でやっぱり修行してないと、先生と一緒にあれかハプニングってそんなにね、まあハプニングってハプニングはまあガードがしっかりしてたからな。ただ最初行った時はね、やっぱり国際的なやっぱり今みたいに平和じゃなかったから、知名度もまだ低かったですね。いや、国同士のね、争いがまたあの頃はヨーロッパでもね、もうだから稽古やってる最中にね、殺しちゃうなんてね、しょっちゅう、まあ、そういう言葉やつ。あ、全然大丈夫です、大丈夫です、はい。そういうのあったんですよ。どうなっちゃうんですか。国同士で。ああ、なるほど。お弟子さん同士でってことですか。セミナーの参加者同士で戦い。宗教的にはあったでしょ。ああ、なるほど。国同士のトラブルもあったし、はいはい、そういう中の稽古だから、結構やってましたよ。すごい空気ですね、それ。本当先立ってたもんね。先生、いつも海外から帰ってきた後はもう先立ってたのね、すごく。そう。で、ね、向こうで、まあ、いろいろ先生指導して、五段のテストなんかやるんでしょ。その五段のテストっていうのは、先生のね、一つの勝負だから、こんなね、こんな打ちかれてくるパワーでやるわけでしょ。その殺気っていうのかな、殺気っていうのはすぐに消えないんだよね。五段テストやった後の先生の稽古っていうのは怖かったんですよ。殺気だってっから殺気ですね、殺気、殺気が充満してるからね。あの頃はでもね、今でこそ先生、今はもうやってないけどな、昔の先生の五段のテストっていうのは、皆さんまだ見たことないだろうけどね、タンクもこうやってできちゃうんだから。本当の五段テスト見たことないですね。上から下まで打ち下ろすんだから、市内割れちゃうんだから。市内でやってたんですか。そこまで打ち下ろすんですか。ベシーッてうわーってうなるから。命がけじゃないですか。そう、命がけですよ。でよく先生最近言うの、よく怪我しなかったなってな。俺も若かったしてはいたんですよ。俺も若かったんだなってな。先生、海外でね、一回連れ違いっていう技をして、なんか泡吹かしたの。あ、なんか俺ね、ハワイでね、ハワイ大会の時ね、あの稽古中にね、こう何の技だか分かんなかったんですね。すれ違いの行き違いかなんかの行き違いの技なんですよ。野口さんやってみろってやったんですよね。で、どことしたらね、触ってる感覚なかったんですよ。行き違いで。人後ろでね、あーって倒れてるんだよね、大きい人が。何が起きてるんでしょうか、みたいな。野口さんもさっきでやってたんですよね、その時。まあ、緊張はしてたかもしれないね。基本というかな、受け身は絶対必要。もう徹底的にやった方がいい。そう。受け身やらないとね、伸びないから。そうですね、必ずね、先行って、参考になるから、はあ、あと俺だって入門したの30でしょ、はあ、30歳で入門したんだよ。みんなそのところはもう入ってる連中、やり抜いてる、うん、若い連中でね、すごい年寄りが入ってって、はあ、30年寄りですか。みんな18の、25、6のやってる連中。ああ、もう体もバリバリ動ける、うん、そこが入ってってやったからね。でもね、気持ち強いから、畜生、負けちゃ負けるもんかと思ってる。いやー、野口先生からいろんな面白いエピソード聞きましたね。聞きましたね。初見先生のエピソードもありましたし。貴重ですよね。貴重ですね。結構長い時間になりましたね。1時間以上でしたね。長いんで、ちょっと時間かかるかもしれないですね、編集。あ、そうですか。はい。2部、3部、ぐらいになっちゃうかもしれません。今日6月2日ですね。じゃあ、1本目出てるんじゃないですかね。次はいつなんですかね。次はいつぐらいがいいですか。あと3日後。5日、6日ぐらいには。いや、楽しみにしてますね。行きたいですね。はい。で、急ピッチで進めますんで。はい。で、今日また石塚先生もいたんですよね。はいはいはい。それまた来週ぐらいですね。来週ぐらいに行きましょう。いや、楽しみですね。はい。いろんな面白い話聞きましたね。あ、今日もそうですね。出ましたね。皆さん、こういうビデオが好きでしたら、ぜひその LIKE バトンをボシケにスマッシュして、そしてチャンネル登録お願いします。